ジャンナビリーチ、スモ。プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あ、今ちょっとプラチナさんが有利かなと、はい、うん、イタセブンさんは、まあ、かなりプラスしないと厳しくなりましたかね、はい、これでマイナス100くらいはいきましたね、うん、こちらはもう6回戦ですね。ドラがウーピンですパーピン積もった時の顔がまた見たいと見たかった。ポットさんゴツゴツしちゃって、うん、おっと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 ジュズがよいしょ初めて気づきましたけど、ジュズがおしゃれですね、うん、おしゃれですね。なんか魂がこもってるんじゃないですあ、今仕掛けましたね。ペーをポンしましたね。泣くと手配が泣くと手配が悪くなる呪いがかかってるかもしれない、うん、うん、友達さんはペーから仕掛けていきました、はい。さあこのトーンを、イタキセブンさんも仕掛けて、はい、さあイーシャンテンですね。こちらえ今回はないだろうけど、同ポイントはどっちが勝つかは決まってます。決まってますが、どっちだったかな、ちょっと調べましょうか、はい。うん、ルール表ですか、ね、ここのルール表には書いてないかな。あ、書いてない、はい、決まってはいます。間違いなく決まってはいます。はい、はい、多分折半じゃないです。折半ではないですね。あの最後の最後の、どっちが勝ちになるかっていうやつは決まってます、はい、うん、今テンパ入りましたね。友添さん数値層のテンパ、そう、数ピン、うん、何を引いた？チーピン引き、うん、一旦ドアのウーピンタン、一旦というかもうこれは最後までって感じですね。スーピン切ってウーピン短期、うん、もう打点込みでもうこれで決めいこうって感じの切り方がね、なんか熱くなってきてますね。プラチナイレブンさん、これ9ピン切るとテンパイですが切らず、硬い、さすがに、うん、ガッチガチですね。まあ、9ピン結構当たりそうですからね、ここは、うん、今までの仕方見てると止めそうですけど、僕も補充するのが一番嫌なんじゃないです、うん、何よりも自分の手数が少ないっていうことを、はい、まあ、自分で分かってる分補充は絶対しないっていう感じですかね、はい。まあ、あの4人打ちでもそういう打ち方のに近い方かなりいらっしゃるんですけど、はい、余計な失点は絶対にせずにっていう。はい、ポツさんの上がりになりました。スチソウ、はい、先手。関西ゲーム泣いたら大三元で3つ泣かないとダメなの。あの、なんだろう、1つ泣いた時点で上がり役は確定してるので大丈夫です。はい。三元役の上がり役は確定します。一本場になりました。ドラが E 番です。ポチさん、いいぞ。大きいトップを取った方が通過です。でも役配から先泣かんとあかんぞ。でもそれでも本一とか決まってたらいいんですよね。そうですね、まあどうやっても全体役になるんじゃないかな、うん、多分大丈夫ですね。あの、はい、おそらく大丈夫だと思います。はい、第三元になった時点でほぼ全体役が確定しますね、うんうん、さあプラチナイレブンさん、インシャンテンポッチさんは、うん、まずまず、まずまず、そしてセブンさんも、うん、まずまずか、イーシャンテンですね。さあ、リーチがかかったのは、いただきセブンさん、初 E1 と、初 E1 と9ピン吐く。さあ、ここはぶつかりました。早くて追えない。これはさあ E1 は止まります。さすが、うん、
まあ、二軒リーチ相手には、はい、さあその4は積もりました、はい、プラチナイレブンさん4ニーズも4を30年裏を裏さんリーズも7裏さんこれは、うん、これはすごい、これはでかいですね、うん、いやーなんか何かついてますね、うん、そうですね何かが乗り移ってますねこれねえやっぱ30年もやったりやっぱ、うん、こう放流しない我慢をしてたらつくんじゃないですか分からへんけどはいはい、うわ友添さんも焦ってるんじゃないですか。そうですね、まあ、チップも取られたったんで、うんうん、まあワイルドカードにしても難しくなってきました。さあ今ポイントちょっと出ましたね。同点の場合はトップ2の比較、トップの大きさの比較の順番で優劣を決めるということで、まあ、まずはトップの回数ですね。はいはい、ということです。覚えておきましょう。僕らも覚えておきます。さあ、まあ、あのチップによって、うん、プラチナイレブンさんほぼワイルドカードは大丈夫かなっていう感じになりましたね、はい、さあポッチさん司会です。スティーピン転敗プラチナさんの本当打ち方面白いですね。うん、うん、興味深い。なんか村上さんみたい、うんうん、村上さんもっと押して補充するけど、うん、押す4人打ちでいう村上さんみたいな、ね、まあ、こっちは自分の革都合でやっぱり、うん、はい、まあ想像の方がだいぶ安いですしね。サブローソンの方がいいと思います。なんか想像の方が上がりやすい気しません？うん、うん、え、なんか普段からなんかペンスってあんまり出してくれへん気がするこれは完全なるオカルトですね自分で思ってたんですけどこれはチンミツまで行く。さあここはいいピン切り、うん、うん、ウーピンとチュンのシャンポン待ち。あ、ごめんなさい違いました。はい、これはお3ピン短期の方で行きました。勝者に3ピン単品が良さそうに見えるのかな。うん、まあ山読みも入ってると思いますし、はい、チュンウーピンに比べるとこっちの方がいいかなっていう感じですかね。打点も込みで激しい荒い荒い荒い、うん、パーピン、あーこれはちょっと気持ち悪いから多そう切り、うん、ピンと切りづらいんですね、うん、うん、3ピン。さあこれ急走は切れるのかな、急走切ってチーピン、まあでも振り点、うん、振り点、うん、まあでも急走ぐらいしか切れないですよね。うん、さすがっすね友添さん、やっぱり見てますね。すごいハックも気持ち悪いから急走切るのかな。下のチップの数は合ってないですね、はいさっきのが換算されてなさそうですね。ハック、うーん、まあ押す価値がほとんどないと思うんですが、押しましたね。やった、なんとあ、じゃあハクは、おお、強かった最低うらうら、これ数えるんじゃないですか。数えまでいくんじゃないですかね。え、やらへん、早くして。リーズも勝者輪、リーズも勝者輪、1、2、3、4、5、6。え、なんで顔せえへんしてよ。最低、え、全然せえへんやんいや見たかったのに、うん、てか友添さん今ハク噛んできたのか。あ、それを悩んだんかな、うん、そうですね、友添さんハク噛んできて背景がどこに行くかって考えてたのか。まあ、というか、まあ、反感したところで自分の上がりはほとんどないからってことでしょう。はいはいはい、背景変わんないですもんね。うん、いやー、これはちょっと荒れましたね。さっきの VC でしたね。うん、はい。いや、数え100万、うん。ここに来て。ここに来て。ワキセブンさん見せましたね。うん、でもみんなが一番期待してたの見せてくれなかったですけどね。顔で。ね。
あ、でもこれちょっとポイントが分からなくなってきましたが、そうですね、これで結構みんな、うん、あ、でもプラチナさんはチップ稼いだし、はい、違うかな、数えの場合多分2枚オールだと思うんで、ウラウラがあったかな、ウラウラの分で4枚オールかな、はい、今板垣瞳さんプラス7枚になってますね。そうですね、か、数えは2枚オールです。数えとウラウラで4枚オールと、はい、そうですね、4枚オール大きいですね、はい、まあ、これで4枚オールの分で今プラス7枚になってて、うんうん、まあ、実質ポイントはマイナス80ということで、可能性出てきてる範囲なんですかね。プラチナさん面白いことしてますよ、うん、うん、プラチナさんがスーアンコのイーシャンテンか、ね、さあ吐くも泣かない、泣かない、それはあんなに泣かないって言ったら泣かないでしょ。泣くの嫌いって言ってましたからね、うん、2枚になったら泣くのかもしれないですけど、さすがに、うん、さあこれどうする、泣いた、初泣きなんかテンション上がる、初泣きが出ました、はい、でもいつも泣かない人が泣いたら怖くないです、まあ、人としてっていう感じなんでしょうけど、この泣きもこれ泣かないと完全なら上がり放棄ですからね、やっぱり、うん、みんなロマンス見たかったね。さあこの一見当たり牌ですが、はい、止まった、うお、これ切らないと振り点やもんな、うん、降りました、うん、まあここのあリーチ入ったからか、うん、まあ友添さんをこれ飛ばしてどうするのか、まあ飛ばないのか、点数的に、いや飛ぶな、6000は7000か、飛ぶな、まあ、飛ばしてちょっと足りないことはないと思うんですが、ここはやめましたね。もういいやって感じ、うん、まあ飛ばすチャンスではもちろんあったんですが、宝珠、うんうん、が嫌なんでしょう、うん、何しか、うん、うん、硬いですね、やはり硬い、うん、しっかり、うん、そしていただきセブンさんもここは檻に回りましたね、うん、はい、うん、相手見えない、見えないはい、流局しました、ポッチさんの一人先輩、まあ、ポッチさんには上がってほしいっていうのはあったと思うんで、まああの、うん、ごめんなさい、いただきセブンさんですね、多分あのままポッチさん飛ばしても点数足りなかったと思いますし、あ、そうなんですね、うん、だからまあ檻に寄ったのかなっていう感じですけど、うん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 、実際は積もってくれなくてちょっと微妙かなと思ってるかもしれないですね。大きい手がね入ったら、うん、プラチナさんから逆に宝珠一回も、え、ゼロ宝珠じゃないですよ今日。ゼロ宝珠ですね。ゼロ宝珠すごいですね。すげえ守備力。ゼロ宝珠ゼロ泣きかと思ったら一泣きしましたけど。ゼロ宝珠一泣き。うん、いいチーズ入った。さあいいシャンテン。さあ初のポンが入りましたね。初のポン、はい、いただきセブンさん、初のポンして老朽素天杯かも、早いですね、老朽素天杯。さあこれはポッチさんからはちょっと上がりたくないとこですね、はい、上がらないんですかね、もう上がったら終わっちゃって、はい、それはもう敗退になっちゃうんで、おそらく上がらないと思いますけど、うん、さあこれを上がりました、上がりましたね、青、あら2つ、青2つ、まだ大丈夫か、うんうんうん、5200じゃなくて6000は、え、あれ飛んだ、あ、シャア聞いてる、ごめんなさい、シャア聞いてますね、はい、満貫でしたね、失礼しました、これは足りないはずですね、でもあのワイルドカード狙ったのかな、うん、まあワイルドカードにもおそらく足りないと思うんですが、もうなんか、うん、あまり気にせずに打ったって感じですかね、もう、その辺はちょっとわからないです、はいはい、はい、多分終わりだと思ってないっていう、今お店の方からのコメントがありますけど、まだワンチャンあるみたいな、え、それは、え、私さっき言いましたよ、うん、私さっき言ったからそれはないはず
これで60の80ぐらい入るんで、まあ、はい、プラスマイナス0付近まで行くんですけど、はい、はい、なるほど。ということで、はい、トップ通過はプラチナ11さんですね。はい、よいしょ。はい、はい、うんうん、まあ、ね、いろいろ聞いてみましょう。はい、うん、ちょっとね、向こうではすごい笑ってます今。うん、やっちまったなみたいな顔してますけど、若干、はい、あ、かな、笑いながら笑ってますね、うん、プラチナさんはちょっとラッキーでしたね、これ。そうですね、ラッキーしてますね、うん、自分で無理することなく、うんうんうん、ラッキーした、うん、はい、ちょっとフリーズしちゃったはい、じゃあ今回の、上がれたのプラチナさんかな、プラチナイレブンさん、はい、うん、ということになりますね。え、でもゼロ宝珠ってすごいことですからね、なかなかできない。3番のゼロ宝珠は狙ってもできないですね、もう、うん、まあ、絶対に近い事故がどうしても出てくるんで、もう運も絡むんですけど、はい、それにしてもまあ本当に振らない、降っても全然おかしくない手配から全然降ってなかったんで、はい、それが素晴らしいですよね。まあ、その分上がり伸ばしてるところもいっぱいあるとは思うんですけど、うん、バランスですね、はい、めっちゃ笑って帰ってきましたけど、はい、はい、はい、では、はい、誰から戻ってきてもらいましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。結構聞こえるっすよ、結構聞こえるっすよ、結構聞こえるっすよ、はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です、うん、まさみさんちゃんと背景消さなかった理由とか、あれ拾ってくれました。背景消さなかった、ハク関しては背景消えたんです。そう、あれ拾ってくれました、うん、あ、すいません、あれ気づく前にあらやりちゃった。あ、ハクが見たらすいません。あ、そうなんや、ハク、まあ、最後じゃあちょっと説明してもらっていいですか。はい、あ、でもでき、まあ、できるでしょ。僕20ポイントぐらいの差の2着だったんですけど、はい、ハク関すると親の方の背景が消えて、うん、3マイル積もられてるから、まあ、そこで45ポイント変わってるんですよね、はい、だから65ポイント差になってるんですよ、トップの方と、うん、はいはいはい、なので親が少ない点数のまんまでいられると困るので、親がまあ倍満とかまあ3倍満でもいいんですけど、まあ、数えでもいいんですけど、積もられたら積もられた方がまくりやすいなと思って入って消さなかったんですよね。まあ、数えになったんですけど、それが、はいはい、まあ理に悟く打ったら負けましたワイルドカードはあまり考えず、そうですね、あのポイント少なかったからワイルドカード多分無理でしょう。14チーム中の何でしたっけ、上位5チームに入るの結構厳しいなと思って、なんか50ぐらいで引っかかるかなと思ったんで、はい、あ、そうなんですか、はい、だからその4万点以上あったらいける可能性あったなと思って、はい、あ、本当ですか、その込みだと消すかなって感じです。あ、なんかあのビザの感じだったら、うん、ワイルドカード無理やなと思ってて、僕はこの中で勝たなきゃいけないステージにも来たなと思ったんですけど、うん、3マイルも積もられてるんですけど、ね、はいはいはい、まあ、3マイルありますもんね、はい、なので、まあ、あれは親の積も番増やそうと思って入って消さなかったんですけど、うん、豪快に積もられましためちゃくちゃ豪快に積もられましたね、はい、はい、大きかったですね。そうですね、うん、友達さん、あれ押すかなと思ったけど、うん、どれもあれってどうですかね、あかんな、いやいや、そんなことなかったですよ。そうですね、確かに。でも理に悟く打ったらこういうのでもね、一見ね、そうなるでしょ、なんか道理をね、こうやってやっといて負けた、あれちょっと弱そうとか思うでしょ。でも今たまたまそういう局面が見えてるだけで、これで勝っていきますから、まあ今日は負けましたけどね、まあ、さっきの配定決裁は本当に3まで合ってたかどうかちょっと微妙ですけどね、点数高い。そうなんですかね、うん、まあ、点数持ってもらったら良くないですか。まあでも相当高いのはなんか、うん、ほぼほぼわかるじゃないですか。でもよ、だいたい異常に高いなって感じすると思うので、はい、それも良くないですか。それであの5万のだと5万何本持ってたんですよ、うん、あそこが1回へこまないで65ポイント差ってね、首切った上で4万点切らした上でまくらなきゃいけなくて、うん、親の点数増えないと意味なくないですか。まあこれはちょっとまた飲みながら話しましょう、はい、はい、負けました今日は、はい、はい、宣伝もして、はい、はい、あ、ありがとうございます、はい、
阪急、これ3回目なんですけど、はい、阪急の河原町駅から徒歩5分のところで麻雀ポッチという店をやってます。アルファベットの POTTI なんですけど、うん、そこで4人打ちと3人打ちの麻雀の店やってまして、3人打ちは、一曲生産でやってます。一半ちゃんじゃなくて一曲ごとにゲーム終わるので、5分ぐらいで1ゲーム終わります。なのでちょっと短い時間でもできますし、仕事帰りにちょろっとやろうかなっていうことで30分1時間やって帰ることもできますので、ぜひいらしてください。はい、カフェの宣伝もしときます。あ、いいですか、ちょっと軽めにいいですか、はい、いやもういいです、もうちょっと大丈夫です、もうビリやし、またします、はい、カフェやってますということで、はい、ありがとうございます。友勢のマージャン良かったぞって言ってくれて嬉しい、うん、はい、いや私も本当良かったと思います。なんか全然私が上から言うことで全然上じゃないですよ、下から、はい、下から言う、はい、本当に、いや慰めになってます、いえいえ本当に、でもまあ、はい、頑張りましたけどダメでした、またまた、はい、ね、はい、来年よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ではポッチと、はい、カフェの方よろしくお願いします、はい、今日はお疲れ様でした、失礼します、はい、はい、では続いてはいただきセブンさんお願いします、うん、ね、お疲れ様でした。変顔めっちゃ盛り上がってましたよ、変顔したの時めっちゃコメントもらってきて、そうそうそう、あの時が、あの時が一番コメント多かったですよ、うん、いやてかあのこれね、うん、もうちょっとその最後なんか何点とか言ってくれな、わっ、あー、はいはいはい、めっちゃもう隣でカメラ調整してたから、はいはい、僕手配こうやって見てって言ってやっとって、はい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 、ほんで急遽で、あ、出たみたいな感じで、はい、何も点数とか分かれへんから言ってやとか思ってさ、そうですね、まあ始まる前にちょっとまあポイント言って、オーダスとかまで行くと条件確認あるんですけど、途中で終わる場合ないんですよ、あ、そうですね、オーダスの時ですね、はい、大体止めてるの、やっぱみんなこっちだいぶ盛り上がってる、顔芸が一番盛り上がってましたね、いや違うんです、あのどのタイミングで映ってるか分かれへんで、はい、いや、おもろい顔映ってましたよ、いや、あの上がった時は映されるっていうの知ってたから一回だけとか、まあ、カンパビーの時ね、え、だから次からそのために見たいから上がってみたいな、ほんでせえへんから早くしてよとかやってたんですけどねあの数えの時めっちゃおもろいやつ見れるんちゃう、いや数えの時はもう、うん、この曲って思ってて、上がったからそっちので興奮して、ね、興奮しちゃった、上がれたやつこれ興奮しちゃった、はい、興奮しちゃった方ですか、うん、え、でもめっちゃあれ面白かったんで、うん、あれですよね、いただきセブンさん行ったらやってくれるんですか、いや、もうそれはもう基本やりますよ、ね、基本やってくれる、うん、今日はね、あんまり裏乗らへんで、はい、基本的にもう裏ドラもバンバン行くから、ね、あ、裏もピュッピュッピュッてやって今日はピュッピュッやってくれるらしい、ほんまね、もうちょっと長いこと打ってると思うと、はい、カメラにこの裏ドラとかやりたかったんです、これほら見て言って やりたかったけど、ちょっとそうですか、はい、じゃあお店の場所をもう一度、場所はね、はい、行き方を教えてください、阪急の三国駅で、はい、なんでしょうね、あれ三国駅の駅から徒歩30秒ぐらい、30秒ぐらいでしたね、私の足でも30秒ぐらいでした、もう出てすぐみたいな感じなんで、はい、もう僕みたいなやつばっかりがメンバーなんで、はい、え、みんな、じゃあメンバーさん、さっきの人もしてくれる、変化をしてくれる、あいつなんかええやつそうとかで書かれてるの全然もう、あ、猫かぶってるだけ、あ、そうなんですか、うん、ねえ、もう女も映れよせっかくなんで、もうこいつも言われてるやん、もうお豆、お豆入ってるおっしゃるんですか、お豆がね、はい、もううちの店なら西日本で一番強いメンバー、そうなんですね、うん、西日本最強、あ、西日本最強の方ですか、わわ、お豆、お豆、お豆さん、あ、なるほど、はい、それとはまた全然また別で、はい、はい、じゃあね、ありがとうございます、はい、三国に行った際はぜひいただきます、国重さんって出てる、誰うちの店長です、はい、じゃあ最後いいですか、がっつり変顔してもらっても大丈夫ですか、いや、そんな振りがあった、勝手にやらせてほしい、振りがあったらダメですね、わかりました、そっと欲しいかな、そっと欲しいタイプ、そっと、そっと、どんなんやろ、今日なんか最後すんません、なんかあの全然分かれへん、全然全然、あのポッチさんすんません、なんかもう全然店舗状況とか知らへんかったんで、大丈夫です、もっと言ってほしい、はい、そこ思ってますよ、僕ら考えて思ってましたまた隣、また上タイミングでカメラ調整してきたから、もうはいはい、どうぞ、みーみーみーみたいな、はい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 、あれまたやらしい、あのメガネの子、あれやらしいわそれはね、調整されてくれたよ、なんともちょっと言えないですが、はい、すいません、ね、またよろしくお願いします、はい、その時に徹底した方がいいですね、もうちょっと、はい、そうですね、それはどうぞ、はい、よろしくお願いします、はい、どうも、はい、じゃあ三国に行った際は、ぜひいただきセブンさんに
お願いします。愉快な、はい、メンバーさんたちが、はい、いますので、はい、かわいいね、キラキラのスワロフスキのチーピンのチーピンチーズのつもりに、たまにかわいいユミちゃん来たりね、はい、はい、全然行ってますんで、はい、で行こうか、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではトップ通過のプラチナイレブンさん、お願いします。お疲れ様でした。ゼロ宝珠、あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。いつもゼロ宝珠なんですか？あ、いや、まあそうですね、あんまり店ではお客さんにはもうバンバン落ちる。ああ、はい、私がもしでも売ってくれるんですか？あ、打ちます、打ちます。もうバンバン毎回毎回打ちます。毎回やってくれる、はい、絶対行く、それやったら。特にタクシー乗って、でも特に女の子には優しい、はい、あ、そう、はい、じゃあもうこれ見たら女の子みんなタクシー乗ってくれちゃいます。もう、はい、金曜土曜は金曜土曜、はい、レディースで、レディースで、はい、レディーがお得、レディーがお得、ゲーム代半額、うん、あ、いいですね、はいはい、タクシー代もくれるし、はいはい、半額やし、レディー、レディーだけね、はいはい、タクシー代回収できなそうですね。そうですね、レディーだけね、レディーだけね、男には厳しく、はい、でもほんまに最強の守備やった。あ、ほんますか。え、ゼロ工場なんて初めて見た。普通なら打つんじゃないかっていうところでもやっぱり報酬しないですし、うん、まあ、それで上がり伸ばすところももちろんあると思うんですけど、うん、やっぱりもう、うん、自分の手数少ない分絶対報酬しないっていう感じで打ったなっていう感じで、はい、うん、ね、すごかったですね。しかも泣きも本当にあの、これが泣かないと荒い放棄だっていう感じで吐く1回泣いただけですね。そうですね、それ1回だけですね。もう泣かんとこうと思ってたんですよね、最後まで。 1泣き0放銃ゼロ放銃がすごすぎた。もうなんかもうね、もう感じましたよね、うち、私らもポリシーを感じました。ポリシーをむちゃくちゃ感じて、もう素晴らしかったです。本当にありがとうございます。はい、いや、すごい見てた方にもやっぱり、うん、なんか30年すげえみたいな。なかなかこんな仕方ないって言って、すごい。ないですね。はい、1回だけね。1回だけ。あ、打ちました。1回だけ。1回だけリアンスだった。リアンスで。はい。1回だけ。ええ、マッチでした。素晴らしい。最後あの、まくられるかなと一瞬ね、ヒヤヒヤしましたけど。はい、あの、数え役も、ね。ああ、数え。はい、すごかったですね。はい、すごかったけど、でもやっぱ守備力強い人って麻雀、やっぱ安定するんやなって、すごい勉強になりました。あ、うん、そうですね、やっぱり泣かない方が、ね、うん、よう打っちゃうんで、私。そうですね、はい、短くすごいなって。あとはその手数の少なさをどうカバーするかですよね、うん、全然。はい。ここでしたっけ、場所は。場所は西大橋、はい、西大橋、震災橋のお隣さん、はい、次の駅で、1500円までタクシー代出します、はい、はい、くれます、はい、フリーのお客さんだけね、はい、はい、駅員等がレディースサービスで、レディースサービス、はい、はい、わかりました、はい、ではラウンド2もね、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、ノーモージュ頑張ってください。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。おめでとうございます。はい、チャリで行ったら交通費、空気代くれるん違うかな、領収書持ってた、多分多分ね。はい、以上で8組の配信を終了いたします。本日の配信は麻雀卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰のショールームより、全国の雀荘をサクッと検索、雀荘検索サイト雀作が運営する雀作テレビがお送りいたしました。本日の対局は全て終了です。皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。次回のね、明日の放送は、はい、12時から、明日、マーチャオさん、タオパイパイさん、マカオさん、グリーンさん、僕ガンバルさん、てっぺんさんがの対局ですね。もうなんか大体常連さんって感じですね。そうですね、はい、むちゃくちゃ。よく見る名前の。楽しそう。水着はね、決勝で着ようかな、気分が乗ったら。有料放送になっちゃう。有料放送でいいんやったら水着着ますよ。パレも巻いてくるけど。はい、では、明日のね、12時ですね。絶対見てください。はい。はい、今日は、はい、ご視聴ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。